無様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は？わかったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴！炎症！てめえ、ふざけたことしやがって！皆絆に縛られて、滅ぶがいい！運長、生きとく。私に構わず逃げよう。兄さん、なんということだ。我靠，这么强。怎么那么快？哎，飞来飞去的。算好打，因为两个队友旋转跳跃。兄者，しっかりしてくれ、兄貴。志はあれど、力のなかった私は、生まれし時は違えども死す時は同じ。運長、益徳とそうちぎり、ようやく世に出る機会を得た。奮闘むなしく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど、失意の底でも最後まで失わなかったのは、仲間を信じる心。信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために、私は
再び前へ進もう。気づいたか、兄貴。そなたと兄弟の思いがこの身の容器を沈めてくれた。この恩生涯忘れぬ。いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて曹操殿のもとへ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。ケン、これで狙いは定まった。ヤツの首を取りに関東城へ乗り込むぞ。ほう、それがお主の出した答えか。てめえ。孫家の血を引く者は一人得られればよい。従わずば消すのみよ。兄上。わしと手を組むか、父や兄と同じ鉄を踏むか。さて、お主はどうする。その件ここまで律儀とはな。ひるむな。ここで炎章を打ち戦を終わらせる。